ごくかっこいいです。どうもどうもどうも、グッチさんです。今日は月曜日なんですけど、キャンプ場に来ております。で、盛り上がってるんですね。お隣は月曜日なんですけど、週明けで結構キャンパーさんいっぱい来てます。で、いつもの中日小野浦キャンプ場に来ております。で、前回の動画に引き続き、今回ですね、こちら DOD ソロソウルウォウォウを立てました。はい。で、前回ご紹介しきれなかったこの上のタープですね、これもしっかりと説明ができました。で、全体的にご紹介していきますね。まずこの外観なんですけども、ポール立てると結構前室部分が、前室部分というんですかね、だいぶ広いです。筒を1個置いた状態で下いても全然余裕ですよね。はい。で、前回気づかなかったんですけど、このスカート部分のこのフックがねあるんですけど、これボールと一緒にそのまま食い込ませてやればこう一石二鳥でできるんだよってことを今日知りまして、これやっぱり便利だなって思いました。はい。で、横からの景色、横からの風景、こんな感じですね。この斜めな感じいいですよね。で、便利なこのベンチレター、いいですね。で、後ろから見た感じ、こっちですね。後ろも今オープンしてる状態です。っていうのはやっぱりまだ日があって若干ね暑いんですよ。なので今は日が沈むまでは後ろは開けた状態で、やってます。で、コットン置いた感じはこんな感じですね。ちょうどこの後ろのポールといい感じで入るので、おそらくこれもね計算されたうちなんでしょうね、きっと。すごくね収まります。なんならこの横バージョンもやろうと思えばできなくないんで、まあ少しコンパクトなコットであれば全然収まりますね。で、また横からの風景、こんな感じですね。で、これがね正面ですね。すごくかっこいいです。いいですね。今この焚き火台がある状態で横からの角度だとこんな感じですね。まあ、正直この真下でもやろうと思えばできなくないんですけど、まあ、燃えにくい素材なんで全然やっても大丈夫だと思うんですけど、僕ちょっと怖いからちょっと遠ざけました。はい。で、今入っていきました。この中の感じですね。で、ここにこうなんてベルトがねあるんですけど、これを調節した上でやってくださいっていうのが最初のテント設営のやり方なので、まあ仕方ないかなっていう感じですね。なのでこれ足引っ掛けないように気をつけなきゃなっていう感じです。で、こう今横から全然こうサイドに余裕があるので、まだまだなんならもうちょっとかけて物置くスペース全然ありますから、やっぱり広いですよ、めちゃくちゃ。で、コットに座って、はい、よし、目の前の正面を見た感じ、こんな感じです。今足フランとやってるんですけど、本当に広いです。今日荷物そんなに持ってきてないんですけど、まだまだ置けますね。アレンジいっぱいできそうです。で、テントの上なんですけど、なんか一応ねフックはあるんですよ。これベンチレーターの
裏側ですね、ちゃんとメッシュになってるんで虫入りにくいですね。ここにもフックがねあります。これも多分何かに使えるでしょうね、きっと。でこっちにもフックがあります。でまた後ろもここフックがあってベルトがあってって感じですね。ベルトはね後ろだけにありますので。で天井は中央にかけるものとかは特になく、まあこうスラッとシュッとした感じで立ってますね。はい。で両サイドの壁、内側の壁は特になくこうシンプルな構造です。こっちもシンプルな構造ですね。前回の動画でご紹介しきれなかった、ポイントを動画にしてみました。はい。で今日は1泊2日で泊まりなので、まったりとご飯食べながらキャンプしていこうかなって思います。